この動画では妊娠中から産後ののメンタルヘルヘスについてのお話をします妊娠中や産後は女性は体だけでなく心も大きく変化をします。ママもパパも新しい生活が始まり体や心の変化についていくのが精一杯です。赤ちゃんのことで頭がいっぱいになると 自分の心の揺れは自分自身では気づきにくくなりがちです。そのため妊娠中から産後は体だけでなく心の健康にも気をつけるようにしましょう。妊娠中から産後にかけてママの体と心にはどのような変化があるでしょうか。一つ目は 女性ホルモンのの働きの変化です女性ホルモンは体の機能を整える重要な物質です女性の一生の中でも妊娠出産産後の時期は女性ホルモンのバランスが大きく変化をします乳腺が発達して母乳が出るようになったり 出産後に妊娠前の体に戻そうとしたりすることも女性ホルモンの働きですこの変化に心と体がついていけないと不調を感じてしまいます2つ目は生活リズムの変化です産後は赤ちゃん中心の生活になります睡眠不足になったり 慣れない育児で初めての出来事もいっぱいあります楽しい反面赤ちゃんを守るために知らず知らずのうちに緊張をして疲れがたまってしまうこともあります妊娠出産産後の生活は今までの日常生活からは大きく様相が変わります今まで 経験したことのない場面の連続です。そのため不安が強くなったり心が揺らぐことは人間の自然な反応です。妊娠中から産後にかけて心が揺れ動くことは自然なことで誰にでも起こり得ることです。マタニティブルーについて お話をします産後気持ちの揺れが激しくなりわけもなく涙が出る食欲がなくなる気分が落ち込んでしまうことなどをマタニティーブルーと言いますマタニティーブルーは20から40%のママがなると言われていますマタニティーブルーは一時的なもので 産後23日から現れやすく新しい生活に慣れていくうちに数週間から1ヶ月ぐらいで自然に解消されていきます赤ちゃんが生まれてうれしいはずなのに戸惑いを感じることがあるかもしれませんが決して珍しいことではありません 次に産後うつについてのお話をします。ママの不安定な状態が1ヶ月以上続いた時やマタニティブルーの症状が強い時は産後うつが疑われます。産後うつは気分の落ち込みや症状が長引いて深刻になる心の病気です。 産後うつになる可能性は、7から10人のママに1人と言われています。マタニティブルーの症状が重くなり、産後うつに移行することもあるので、注意が必要です。また、最近の研究では、妊娠中もうつになりやすい時期だということが、 明らかになってきています妊娠中のうつはママ自身が苦しい上にお腹にいる赤ちゃんの発育にも影響すると言われています辛いときは一人で悩まずいつでもご家族や保健所に相談してくださいママ自身が自分自身の変化に 気づかない場合もありますパパやご家族がママに変化がないか見てあげることも大切です早めにサポートを受けることで早い回復につなげることができますうつの予防やうつになった場合の早めの対処が大切になってきます ではうううつはどののような時に多いのでしょうか厚生労働省の発表では産後2週間の時点で初めて妊娠・出産を迎えた女性の25%はうつの可能性があると判定されていることが明らかになりました。これまでに 妊娠出産の経験がある女性でも妊娠20週から産後2週間にかけては1割弱のの女性性ががうつの可能性があると判定されていますこの結果からも分かるように妊娠出産産後の時期は心が揺らぎやすく 鬱になるるリスクの高い時期であることがわかりますまた別の研究では産後1年までの女性の死因は自殺が最も多いことも明らかになっています。特に産後3から4ヶ月と妊娠2ヶ月ごろの女性に多いと言われています。 鬱などのメンタルヘルスの悪化によって自殺に至るケースが多いと言われていますそのため妊娠中から産後1年間はママの体調に変わりはないかご家族も注意しましょうまたパパにも産後うつは起こり得ます パパも仕事と家事・育児の両立や育児に対する不安で疲れること心が揺れることもあります赤ちゃんが生まれた直後から3ヶ月になるまでに16.7%のパパにうつのリスクがあると言われています特に真面目で 何事にも一生懸命なパパやママや家族をとても大切にするパパがなりやすいと言われています。退院後や里帰り先からママと赤ちゃんが戻ってきた頃おばあちゃんやおじいちゃんのサポートが少なくなりママと2人だけの育児が始まり しばらく経った頃になりやすいと言われていますパパの心の揺れはママや赤ちゃんにも影響を及ぼします妊娠・出産・育児に伴ううつはママだけでなくパパにも起こり得ますうつの症状として現れやすい様子を挙げています 食欲がない眠れないわけもなく涙が出る赤ちゃんがかわいく思えないなど気になる様子が2週間以上続くようなら保健所にご相談くださいご家族からのご相談でもかまいませんママやパパの心を軽くするためには 一人で抱え込まないことが大切です変化に揺れる心の健康には家族の理解や相談相手の存在が重要です早めに周囲の人に SOS を発信しましょう家族の笑顔が消える時は相手からの SOS かもしれません自分一人が頑張りすぎないで 自分自身を大切にしてください特に産後のママはまだ体も本調子ではありません体の回復には十分な栄養と休息が必要です赤ちゃんが寝ていたら家事をやろうではなく赤ちゃんが寝ていたら自分も一緒に休む ご家族に赤ちゃんを任せるなど気分転換も大切です時間や気持ちにゆとりのある妊娠中から産後の生活をイメージしてみましょうお互いが気分転換できる生活プラン自分たち流の子育てを考えてみましょう赤ちゃんには マニュアルは通用しません子育てに完璧さを求めたり役割分担をはっきりさせてしまうとママもパパもつらくなってしまいます妊娠中からいろいろなサポーターを見つけて利用できるサービスは遠慮なく利用しましょう荒川区では 様々な育児支援サービスがありますお住まいの地域のかかりつけ保健師もいます保健所では、妊娠中から産後の健康相談生まれてからの育児相談育児支援サービスのご紹介などどんな些細なことでも構いませんので 気軽にご相談ください。ご家族からの相談も受け付けています。精神科医による心の健康相談も無料で行っています。気分が沈む、育児に自信が持てないなど、子育てに伴う悩みを一人で抱えずに相談してみませんか。 妊娠中からのご相談も受け付けており産後お子様連れでの相談も可能です相談内容の秘密は守りますまずはお電話などで健康推進課までご相談ご予約くださいまとめです妊娠中から産後にかけての 様々な変化によって心の健康を保つためには妊娠中から相談相手やさまざまなサポーターを見つけておきましょう一人で抱え込まずに早く対処することで体も心も安定し楽しい妊娠 出産・育児生活を送ることにつながります些細なことでも構いませんいつでもかかりつけ保健師にご相談くださいそれでは妊娠中から産後のメンタルヘルスについてのお話を終わります次は荒川区で使えるサービスについての動画をご覧ください